こんにちは。今日はクジラ&コビッグを開封していきます。全16種類のコンプリートセットになってます。おー、かっこいい。ラインナップはこんな感じです。すごいレアなキャラクターがいっぱい入ってます。1,2,3,4,5,6,7,8種類がレアですね。早速中身を見ていきます。おお、すごい、映るかな。じゃじゃーん、綺麗に並んでます。ちょっと出していきます。1袋目開封していきます。シロナガスクジラとアメリカオオアカイカ、シャチ、イッカク、フクロウナギが書かれてます。開けていきます。お、イッカクです。顔がかわいい。一角、これは暗闇で光るタイプです。ちょっとアザラシみたい。角がドリルみたいになってます。光る一角です。牙のあるクジラ。一角は神話のユニコーンのような長い牙があるので簡単に見分けがつく。牙に見えるものは約3メートルの歯で、頭のやや左側から突き出てネジのようにぐるぐる巻いている。この歯は一角のオスにしかない。恐ろしい牙のように見えても物を刺すことはできない。小魚やイカなどを強力な顎で捕まえて一息に飲み込んでしまう。長い牙を持っているにもかかわらず、シャチやホッキョクグマ、セイウチ、サメから襲われることがある。体長最大5メートル、かっこ牙を除く。体重最大2トン。住んでいる場所北極海。特徴、口先から伸びているとても長い牙。大きさ3、強さ3、速さ4、賢さ4。泳ぎの天才。一角は年齢とともに体の色が変わる。若いうちは黒っぽい色をしているが、成長するに従ってだんだん明るめの色になり、年を取ると白い斑点が増え、やがて体全体が白くなる。背中には高さ5センチ、長さ1メートルぐらいの低い背びれがある。胸びれは丸みを帯びた小さいヒレだが、その代わり海面でも海中でも速いスピードで泳ぐことができる。海面にいるとき、甲高い口笛のような音を鳴らして仲間たちと連絡を取っていることもある。一角はここです。はい、次開封していきます。じゃじゃーん、ウバザメ。これはレアキャラです。銀の体です。あれ、これはよいしょ。すごい大きい口を開けています。銀のレアキャラ、ウバザメ。
大きな口を持つ巨大ザメ。ウバザメは今生きている魚の中でジンベエザメの次に大きい魚だ。大きな口が特徴だが、主にプランクトンを食べているので人間に対しては危険なサメではない。高い背びれと幅の広い胸びれがあるので遠目にはホホジロザメのようにも見えるが、よく見ると頭が平らで他のサメとは違っているのがわかる。口は縦1メートル以上大きく開けられるが、歯は小さくて獲物を噛まずに飲み込むこともあり、他の凶暴なサメとは違う。体長最大12メートル、体重最大15トン、住んでいる場所、世界中の温帯の海。特徴、巨大な口に非常に小さな歯が並んでいる。大きさ4、強さ4、速さ2、賢さ2。夏は海岸に近い場所にいて、冬は広い海洋にいる。ウバザメは小さな群れでいることが多いが、時には100頭ものウバザメが集まっていることもある。夏は海岸に近い場所にいることが多く、背びれを海面上に出して日光浴をしながら海面にいるプランクトンなどを食べている。寒い季節には海洋の深いところに潜って餌を探している。獲物を吸い込むことができないので、獲物に向かって口を開いたまま突進して獲物をそのまま飲み込んでいる。獲物と一緒に飲み込んだ海水を5枚の大きなエラでろ過して1時間あたり2000リットルもの海水を吐き出している。あ、2個ある。こことここにあるな。ウバザメ銀。3個目開封していきます。なんかピロピロしてる。お、じゃじゃーん、オニイトマキエイ。じゃじゃーん、エイです。顔がかわいい。こっち側がかわいい。エイです。あ、ちょっと砂が入って、オニイトマキエイ、海のマント。ひし形のマントを広げたような体の形から海の悪魔と呼ばれている。体の両脇にある翼のようなヒレを広げると9メートル以上にもなる。背びれは小さくて尻尾は細長い。あ、背びれある。背びれがちっちゃい。これ頭は幅があってどっしりしている。口の両脇にも2枚のヒレがあり、いつも開いている大きな口は獲物を見つけるともっと大きく広がる。獲物を狙っていない時は口ヒレは巻いているので2本の角みたいに見える。目は口ヒレの根元あたりにある。背中は全体が黒一色だが、腹はミルクのように白く黒い点々がある。体長最大9メートル、体重最大3トン、住んでいる場所、熱帯および温帯の海。特徴、マントの形をした大きなヒレ。大きさ3、強さ4、速さ4、賢さ3。海中を飛んでいるように見える。広い海洋にも海岸に近い海にもどちらにもいるが、深い場所は好きではないらしい。大きなヒレを上下に動かして泳いでいる姿はまるで海の中を飛んでいるかのようだ。海面から空中に大きくジャンプするときは本当に空を飛んでいるかのようだ。いつもはゆっくりとリズミカルに泳いでいるが、必要に応じて急発進もできる。深さ 1000m まで潜っていくことはできるが、獲物がたくさんいる浅い海を好んで泳いでいる。口を開けたまま泳いで
口の両脇のヒレを使ってプランクトンを口の中に取り込んで食べている。オニイトマキエイ。次の袋を開封していきます。誰だ、じゃじゃーん、コククジラ。優しそうな顔です。ちょっとイラストは怖いんだけど、可愛いイルカみたいな顔してます。手がくっついてる。かわいい。なんか顔周りがちょっとボコボコしてます。ここもボコボコです。背びれは小さいですね。尻尾はクジラって感じです。コククジラ。泳いで世界を旅する。コククジラの特徴は先細りの体としゃもじ型の胸びれ、背中の小さなコブだ。皮膚がデコボコに見えるのはフジツボなどが寄生して体を覆っていることが多いからだ。季節の移り変わりとともに北から南へ、南から北へと大移動をして、地球上のすべての哺乳類の中で最も長い距離を移動している。毎年約2万キロもの距離を時速4から9キロメートルで移動する。海中に潜る前に3から5回ほど呼吸をしてから泳ぐ。泳ぎはリズミカルだ。体長最大13メートル、体重最大25トン。住んでいる場所太平洋。特徴、先細りの体つきと背中にあるコブ。大きさ4、強さ3、速さ3、賢さ4。大抵は海面近くを泳いでいるが、最大60メートルの深さまで潜ることもできる。チームファイター。海の底にいる虫やエビ、カニ、海藻や魚の卵を口に入れ、長いフィルターのようなクジラヒゲで水を吐き出して口に残った獲物を食べる。また移動の間、仲間とチームを組んで魚の群れを追い詰めて獲物を捕まえたりもする。3から4頭のコククジラが輪になって泳いで魚の群れの逃げ道を塞ぎ、別の1頭が口を大きく開いたままで下から上へとジャンプするように泳ぎ、一度にたくさんの魚を口の中に入れてしまう。空中から水に飛び込んで戻るとまた別のクジラが順番に下から上へとジャンプして獲物を捕まえる。天才。コククジラ、これです。袋目開封していきます。次はじゃじゃん、あれ、ウバザメ。ウバザメだ。じゃじゃん、ここでーす。ウバザメ。あ、温度で色が変わります。お湯に入れていきます。薄い水色になりました。
中身の説明はさっきの銀のウバザメと同じです。ここがちゃんと普通のウバザメになってる。はい、ウバザメはここです。色が変わります。6袋目開封していきます。アメリカオオアカイカ、じゃじゃん、イカだ。すごい、やっぱりイラスト怖そうなんだけど本物、実物は可愛い。美味しそう。ちゃんと吸盤もついてます。2本だけ長いんだね。目はここですよ。口は？あ、口も。口はないか。こんな感じです。これは暗闇で光ります。アメリカオオアカイカ、フック付きの吸盤とジェット噴射とイカ墨。この巨大イカの特徴は先細りの体と何百ものフック付き吸盤が並んだ力強い腕だ。名前にアメリカが付いているのは南アメリカ沖合のフンボルト海流のあたりを泳いでいるからだ。日中は深さ200メートルから700メートルの海中にいることが多いが、夜になると海面近くに上がってくる。水を吐き出すジェット噴射機能のおかげで素早く動き、水面から飛び跳ねて敵から逃げることだってできる。体長最大2メートル、体重最大50キロ、住んでいる場所東太平洋。特徴、ギザギザのフックがついた、吸盤がついた腕。大きさ2、強さ4、速さ4、賢さ5。サメやクジラ、カジキなどから攻撃された時はダッシュで逃げるだけでなく、敵に向かって秘密兵器の真っ黒なイカ墨を噴射することもある。光の信号。大きくなる前の子供の時はかなり大きな群れを作っているが、成長するにつれて分かれていき40匹ぐらいの小さな群れになる。体から光の信号を出して深くて暗い海の中でもグループの仲間同士でいつも連絡を取り合って小魚の群れを襲ったりすると言われている。体長が2メートルぐらいまでに成長して強くなると仲間を頼るのをやめ自分で獲物を捕まえられるようになる。アメリカオオアカイカはここ。7袋目開封していきます。ジョジョン。お、シャチ。金色です。ちょっと曲がって、シャチ。あ、口の中もすごいリアルに作られてます。これはレアキャラですね。
レアキャラ金シャチ。泳ぎが世界一速い動物。シャチはクジラやイルカと同じ海の哺乳類だが、はるかに攻撃的な性格だ。海の生き物の中で一番強く、狙った獲物を追いかけるしつこさも一番だ。世界中の全ての海で泳いでいるが、特に北極に近い冷たい海がお気に入りらしい。力強い尾びれのおかげで時速60キロのスピードで泳げる。頭にソナーのような超音波を感じる部分があり、高速で泳いでいても岩などにぶつからずに向きを変えられる。獲物をいつまでもずっと追いかけられるのもソナーのおかげだ。体長最大9メートル、体重最大10トン。住んでいる場所、世界中の全ての海。特徴、長さ10センチの鋭い歯。大きさ4、強さ4、速さ5、賢さ5。チームワークで狩りをする。シャチはポットと呼ばれる小さな群れで行動している。ポットのメンバーはメンバーだけに通じる音を出すことで会話をしている。狩りをするときは作戦を立て、チームワークで狩りをする。例えば狙った獲物の群れの周りを回って気をそらせる係のシャチがいて、獲物の下から攻撃を仕掛ける係のシャチがいるというように、アザラシに対してはもっとずる賢い作戦を使う。まず海に浮かぶ氷の上にアザラシを一頭だけ取り残させ、シャチが集団で波を立ててアザラシの乗っている氷を揺らす。そして困ったアザラシが水に飛び込んだところで食べてしまうのだ。金のシャチはここ。8袋目開封していきます。おなんだこれは。袋うなぎ。なんだこれ。これは口なのかな。いやー、尻尾が平らで長いです。目は上についてる。袋うなぎ、すごい顔がかわいい。恐ろしい口。この深海魚の名前はうなぎのような体とペリカンのくちばしみたいに大きく袋のような口という見た目から付けられた。特徴は体長1メートルという体に対して横幅が最大40センチという不釣り合いな大きさの口だ。頭のすぐ近くにあるお腹は太くなったり細めたりと伸び縮みができて、長く細い尻尾をムチのように上下に動かして前に進むことができる。目はとても小さく、光を感じるだけで物を見ることはできない。体長最大1メートル、体重最大1キロ。住んでいる場所、世界中の熱帯および温帯の海。特徴、体はうなぎのような形で、口はペリカンのくちばしみたいな形。大きさ2、強さ2、速さ1、賢さ5。泳ぎは下手で500から3500メートルの深い海の中をのんびりと泳いでいる。獲物は尻尾の光でおびき寄せる。フクロウナギの歯はとても小さくて、小さい魚やイカ、クラゲなどを食べている。尻尾の先に特殊な光を出す部分を持っていて、黄色やピンク、赤い色で尻尾を光らせると小魚や小エビのように見える。お腹がすくと、その光った尻尾を頭の上から顔の前に垂らして巨大な口を開け、獲物が近くに寄ってくるまで尻尾をブラブラと振っている。獲物が寄ってきたらあっという間に吸い込んで食べてしまう。こうだね。ビロ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 。
袋うなぎはここ、9袋目開封していきます。ニシクロカジキ、カジキだ、とんがってる。ピュン、ニシクロカジキ。探検を振りかざす魚。ニシクロカジキはどっしりとした体つきと口先に鋭い探検を備えた魚だ。背中に2枚のヒレがあり、前方の長く大きな1枚は先端が高く尖っていて鎌のような形に見える。胸びれは頑丈で長く、細長い大きな尾びれは縦に三日月のような形をしている。引き締まった体つきと後ろに折りたためる背中のヒレのおかげで、ニシクロカジキは勇ましい大ジャンプを簡単にやってのけ、海上に姿を見せている。体長最大5メートル、体重最大800キロ。住んでいる場所、大西洋の温帯の海。特徴、口先に伸びた鋭い歯。大きさ3、強さ4、速さ4、賢さ3。恐ろしいハンター。ニシクロカジキは狩りをするのに特別な方法を使う。体を左右に振りながら全速力で魚の群れに突っ込んで、左右にいる魚を叩き、びっくりして動けなくなって獲物を捕まえて食べてしまうというやり方だ。上顎と下顎に規則正しくずらっと並んだ小さな歯で獲物を噛んで食べる。時には深い海の中でも狩りをする。急降下でまっすぐ潜り、獲物を捕らえて海面に戻るのだ。好物はサバ、マグロ、イカだが、魚の群れなら何でも攻撃している。だがホウジロザメやアオザメなどの大型のサメに食べられてしまうこともある。ニシクロカジキはここ。10袋目開封していきます。じゃじゃーん。あれ？どっち？あ、これだ。あ、こっちだ。ザトウクジラ。胸びれもすごい大きい。顎が大きいです。ザトウクジラ、まるで翼のあるクジラ。ザトウクジラには長さが6メートルもある胸びれがあり、まるで鳥の翼のように見える。超特大の胸びれを最大限に使って水中を素早く動き回り、見事な大技をやってのける。海面から空中に大きくジャンプしたかと思うと、頭から海中に飛び込むのだ。ジャンジャン。潜ったまま泳ぐのも得意で、最大40分近く海中を泳いだ後に、頭にある2つの噴気孔から高さ3メートルの力強いジェット噴射で水を吐き出している。体長最大18メートル、体重最大45トン。住んでいる場所、世界中の全ての海。特徴、とても長い胸びれ。大きさ5、強さ5、速さ4、賢さ3。
世界中を泳ぎ回る。ザトウクジラには小さな背びれから尾びれの付け根にかけてコブがある。ザトウクジラの研究者たちは体の白い斑点と尾びれの下側にある白黒模様を見て一頭ごとに区別してそれぞれのザトウクジラの動きを追跡している。寒い北極、南極の海から暑い熱帯の海まで長い距離を移動し世界中の全ての海を泳ぎ回っている。子供のクジラが一緒にいない時は時速30キロ近い速さで泳ぐこともある。ザトウクジラはここ11袋目開封していきます。ジンベエザメ。背中に点々模様があります。このヒレが可愛い形をしていますね。ジンベエザメは暗闇で光ります。ジンベエザメ、ジンベエザメ、世界で一番大きい魚。ジンベエザメは今生きている世界の魚の中で一番大きい。全てのサメと同じく背びれは2枚あって大きいのと小さいのがある。だが背中は他のサメより平らで広く頭は平べったい。大きな口は幅が 1.5 メートル以上あり、いつも開けた状態でいる。広い外洋でも安全に泳いでいられるが、熱帯や温帯の海の海岸に近いところが好きらしい。泳ぎはゆっくりだが止まることができず、時速約4キロの速度で年に5000キロぐらい泳いでいる。体長最大18メートル、体重最大20トン。住んでいる場所、熱帯および温帯の海。特徴、斑点模様と巨大な口。大きさ5、強さ3、速さ2、賢さ5。深さ1700メートルまで潜れるが、暖かい海の豊富な獲物がいる。海面近くにいることが多い。全ての生物から恐れられるサメ。ジンベエザメの巨大な口の中には300本以上もの小さな歯が並んでいるが、性格は穏やかで人間にとっても危険なサメではない。だがその恐ろしいまでの巨大サイズの姿はどんな生き物も恐れさせてしまう。毎日大量のプランクトンを食べるので、よほど餌がたくさんいる場所でない限りは群れずに1頭で泳いでいるが、イワシやカツオなどの魚の群れは餌が同じこともあっていつも一緒に泳いでいる。ジンベエザメはここ12袋目開封していきます。マッコウクジラ。よいしょ。すごい、ここが大きい。口の中、歯
歯がいっぱい生えてます。手はちっちゃい。マッコウクジラは温度で色が変わります。湯に入れていきます。ちょっと薄い緑になりました。マッコウクジラ、クジラの特徴はその巨大な頭で、頭の大きさが全長の3分の1ほどもある。だから脳の重さが7キロで、全ての動物の中で最大級だ。マッコウクジラの歯も最大級で、長さは約20センチ、重さは1本で1キロもある。それなのにイカや中型の魚を食べるときは歯を使わないで丸ごと飲み込んでしまう。大きな歯は敵と戦うためにあるのだ。また海中に長く戻って泳げるチャンピオンでもある。深さ2000メートル以上の海の中に45分も潜っていられるが、その気になれば1時間以上の潜りも可能だ。体長最大18メートル、体重最大50トン、住んでいる場所世界中の全ての海、特徴巨大な頭。大きさ5、強さ5、速さ4、賢さ4。潜った後は海面に出て1分間に6から7回呼吸し、頭にある噴気孔から高さ約15メートルの潮吹きをしている。オス対メス。マッコウクジラほどオスとメスの違いがあるクジラはいない。生まれたばかりの頃はオスもメスも体長は約4メートル、体重は1トンであまり違わないが、成長するとオスはメスの 1.5 倍、体重は2倍にもなる。体の大きさだけでなく習性もオスとメスは違う。メスはとても社交的で他の親子クジラたちと群れを作る。オスは8から20歳の間に子供時代の群れから離れて他の独身のオスと数頭の群れを作る。マッコウクジラはここ13袋目開封していきます。どれかな。北極クジラ、すごいカラーリングが他の子たちと全然違う。こっち見て合ってる？どっち？こっちか。はい、口こんな感じです。これは口ひげ？クジラ、硬い石頭。北極クジラと呼ばれる理由は、北極海あたりだけで一生を過ごし、暖かい海の方に出ていくことがないクジラだからだ。そんなクジラは他にはいない。グリーンランドに近い海にいるのでグリーンランドクジラと呼ばれることもある。流氷の下を泳ぎ、息継ぎで海面に顔を出すときに頭で氷を割らなければならない。だから頭蓋骨はとても硬くて頑丈だ。厚さが1メートルもある氷だって頭で割ってしまう。厳しい寒さから身を守るために体全体が厚さ60センチの脂肪で覆われている。体長最大21メートル、体重最大100トン、住んでいる場所北極海とその周辺。特徴硬い頭蓋骨、幅の広いひげ。
さ5、強さ4、速さ3、賢さ3、幅が3メートルもあるクジラヒゲ。北極クジラの口は横から見ると半円を描いたように大きく曲がっている。口を開けたままゆっくり泳いでプランクトンやオキアミを吸い込み、長さ3メートルもあるヒゲが300本も並んだ薄いフィルターのようなクジラヒゲの隙間から水を外に吐き出して口の中に残った獲物を食べる。1時間ぐらい海中に潜ったままでいられるが、深海にいるのは好きではなく海面に浮いているのが好きらしい。水中に戻る時には背中から仰向けのようになって海中に戻り、尻尾を使って泳いでいく。ホッキョククジラはここ14袋目を開けていきます。お、シャチです。はい、歯がいっぱい生えてます。かっこいい。双子ちゃんでーす。シャチの説明はさっきの金バージョンのシャチと同じでーす。このノーマルシャチはここです。15袋目です。開封していきます。次はお、じゃじゃん。これはお、シロナガスクジラ。ちょっとイルカっぽい。かわいい目をしてます。かわいい。じゃん。この子も暗闇で光ります。シロナガスクジラ。心臓の重さ300キロ。シロナガスクジラは今いる世界中の動物の中で一番大きい。心臓の重さだけでも約300キロ近くある。口を開けば約9トンの水と食べ物を入れられる。生まれたばかりの赤ちゃんだって体重が3トンもあり、大人のサイと同じくらいの大きさだ。母乳は生まれてから7ヶ月くらいまでは毎日400リットルも飲んで、毎週600キロぐらいずつ体重が増えていく。3から4メートルほどの胸びれと小さくてもはっきり見える背びれを持ち、その立派なヒレを使って時速約20キロで泳ぎ回る。体長
最大30メートル、体重最大200トン、住んでいる場所世界中の海、特徴ものすごい体重、大きさ5、強さ5、速さ4、賢さ4、全速力を出せば時速50キロというスピードで泳ぐこともできる。潮吹きは高さ12メートル。シロナガスクジラは日中は100メートル以上潜ったところを泳いでいる。超巨大な肺のおかげで40分も水中に潜ったままでいられるのだ。夜になると海面から体を出して泳いだり、海面のすぐ下を泳いだりしながら小魚やオキアミなどを毎日10トン以上も食べている。海面に姿を見せると2つの噴気孔からまっすぐ上に高さ12メートルにもなる見事な潮吹きをする。シロナガスクジラはここ16個目最後の袋です。開封していきます。じゃじゃーん。セミクジラ、すごい、クジラヒエがすごいですね。口、出て、あ、お腹に模様が入ってる。尾びれ、なんかここはつるっとしてる。ちゃんと噴気孔が2個ついてます。セミクジラ、頭でっかちなクジラ。この巨大なクジラは頭もとても大きくて全長の3分の1もある。体全体は青黒いが、お腹のところに白い模様がいくつかあり、頭の上には灰色がかった皮膚の塊がついている。背びれはないが2つの大きな胸びれで水中を自由に泳いでいる。普段は時速4キロぐらいでゆっくり泳いでいるが、その気になれば倍の速さで泳げる。かなり深くまで海の中を潜っていく能力はあるが、獲物が多くいる海岸近くの浅い海の方が好きらしい。体長最大18メートル、体重最大80トン、住んでいる場所太平洋、特徴巨大な頭。大きさ5、強さ4、速さ3、賢さ3。口を大きく開けたまま下から上にジャンプして小さな獲物を口の中に入れ、海面に戻るとクジラヒゲという薄いフィルターを通して水だけを外に吐き出し、口に残った獲物を飲み込んでいる。体長5メートルで生まれてくる。セミクジラは10歳くらいになると子供を1頭産み、それから3、4年して次の子供を1頭産む。妊娠期間はだいたい1年で、赤ちゃんクジラは生まれた時にはもう体長が5メートルもある。そして1年で倍の10メートル以上に成長する。3歳になる頃には群れの一員として認められ、1頭だけでも立派に狩りができるようになり、大人の仲間入りを果たす。セミクジラはここ。16種類すべて開封が終わりました。いかがでしたか？皆さんもクジラ&コビッグで遊んでみてください。バイバーイ。